これね、えー、まあ、えー、見どころでね、えー、第一シーズンの主役と言ってもいいんじゃないかというマリコ様、えー、がね、えー、これは、えー、イエズス会の信者で、えー、キリシタンである。 細川ガラシャが元になっているということをお話をしましたが、イエズス会はフランシスコ・ザビエルが創設したものなんだね。えー、非常に力があった、特に日本では影響があったものなんです。イエズス会がまず日本にキリスト教をもたらした、 ということなんですそしてキリシタン大名と呼ばれる、えー、まあ、力を持った連中が出てくるんだけれど、えー、これがねドラマの中でも、えー、出てきます、えー、2名ねいろいろな謀略を行う人間が出てくるんだけどまあ、いわゆる大名の中でもね、えー、ここにねマリコさんを助ける役柄の、えー ものが出てきますマルティン・アルビド司祭というねこれはポルトガルの司祭という風に出てきますがこれはねザビエルではないんだよねザビエルそっくりなビジュアルなんだけどこれはザビエルではないザビエルはここには登場しませんけど他にいるはずなんだよねなぜならばザビエルはこの日本にねいたキリスト教を あの広める人間の中では一番位の高い人だったからなんだよだからこのマリコ様に、えー、いろいろとね、えー、協力をする、えー、司祭はこれはザビエルではなないってことなんだねそして、えー、後編のね今回は、えー、見どころについて、えー、精神的な見どころそしてここは、えー、実は違うんだよという話をします。 まず精神的な見どころでいうとねやっぱりね、えー、一つはね宿命とは何なのかっていうことなんだよ。このマリコが演じる、えー、細川がガラシャが演じるところがねものすごい魅力的でもともとねこの役柄の女性はね、えー、今まで一般の美人というね、美学から言うといわゆるビジュアルで言うとそんなに美人なわけではないんだよね。でも、 回を重ねるごとにものすごい美人に見えていくのなぜならば精神的に気高いからなんだよねものすごく気高い精神を持っているしかもね所作がものすごい美しいんだよね波形を震うとこなんかもうしびれるよねでなぜ波形をあれだけ震えるのかということで言うとこれは彼女が明智光秀の娘であり 明智光秀の宿命を背負っているという設定になってるからなんだよねここがすごいん、えー、だよね一体宿命とは何なのか、えー、宿命をに準ずるところは何なのかということが描かれてますそして、えー、切腹のシーンがたくさん出てくるんだよね 特にね、アメリカ人なんかにとってはなぜ日本人は切腹をするのかっていうことについて全く分からんと思いますね。まあ現代の日本人も分かんないと思うけどねじゃあこの切腹をするのがどういう意味があって切腹をするのかっていうことなんです。それれははね、やはり、えー、精神的に穢れたくない、えー、身の潔白を、えー 示すために、えー、綺麗でありたいという心のあり方から切腹をするんだよねところがさらにこの切腹には、えー、非常に重要なシーンが出てくるんだねこれは、えー、まあ真田博之のね演じるところの虎永と親友がね、えー、この切腹のところで対峙するんだけどそこのところのね精神描写はもう痺れるね いやいやいやこんな精神描写はねまあアメリカやヨーロッパのね、えー、門の中でもうこ,ここまでヒリヒリするような精神描写を描いた映画っていうのはまあ滅多にないからここは見どころですねそして、えー、この、えー、冒頭に出てくるんだけどね人の心は3つあるそれは世間に見せる心友だけに見せる心 他人には見せない秘密の心という言葉が出てきます日本人には三つの心があるって言ってるんだよねおそらくこの三番目の他人に見せない秘密の心というのがこれが主題でもあるんだよねこれが真田博之が演じる吉井虎永の一番の新骨頂なんだよねだから家康が 要は自分は、えー、そのね、えー、自分の保身なんか興味がないってずっと言い続けるんだけど本当はそうではなくって世の中を平和な世の中にしたい、えー、そこまでは覚悟があるそのためにいろいろと策略をしていくっていうことがここでは、えー、言われてるんだよね。で、えー 今回ね、えー、第1シーズンが10話で終わったわけなんですが第2シーズン第3シーズンが、えー、まあ つあの続けて作られるってことが発表しました。えー、当然ながら、ここで関ヶ原の戦いに入っていくわけなんだけど、この時に関ヶ原に戦いが行く時にね。大阪を中心とする西軍と、えー、江戸を中心とする東軍とに分かれて、まあ、決戦をするんだね。その時に、いろんな人間模様が、これ、複雑なんですが。 えー、この将軍ジェームズ・クラベルの「将軍」に出てくるところでは、えー、史実とはねちょっとね違ってるところがありますこれを大きく違ってるんだよね。えー、ディズニープラスの公式の、えー、ガイドでも「五、えー、大楼」という言葉が出てきます。このね えー、石田三成石堂一成っていうのが五大牢の一人というふうに書かれてるんだけど石田三成は五大牢ではないんだよね史実だね。どういうことかっていうと実は豊臣秀吉が自分が死んだ後も世の中が平和であるためにある、えー、仕組みを作るんだね。それは五五と奉行というものなんだよで五大牢っていうのは何なのかっていうと。 えー、各地に散らばっている大名のことなんだよね五人の大名なんだよ。で五奉行っていうのはそうではなくってうんだよねそしてこの五大郎と五奉行がいろいろとねこのね策をし合いながら牽制をしていくんだよね。でも五大郎の方が本当は戦争したら強いわけさ。 どういうことかっていうとね、例えば五太郎って誰誰のなんかっていうと徳川家康、えー、前田利家、えー、毛利家ゲテる、えー、浮島秀吉、えー、小早川光家、えーえー、後にね上杉家勝になっていくんだけど、えー、ということなんだけど、これらのね国打はかはどどのくらいなのかっていうと関ヶ原の戦い前ね。 えー、家康が256万石、えー、前田利枝が83万石、えー、毛利が120万石浮田が57万石、えー、そして小早川が120万石あったんだよねだからみんなものすごい石高のあるまあそうそうたる大名なんだよね。 ところが五分業っていうのはそんなに国だがないんだよ石田三成は十九万石しかないんだよねだから要は戦力が全く違うんだよはっきり言って、えー、五大老と五分業では戦力は五分業は、ね、五大老の十分の一以下なんだよねだから、えー、でもそういう仕組みっていうのは、まあ、あまりにも複雑すぎてね えこれはえ外国人にはちょっともう理解が及ばないところだというふうに多分え判断したんだと思うんですけれどもこの石田三成とえそれとえ徳川家康はえ同じ五大楼ということになっちゃってるんだよねここは歴史と全く違うというところなんですえここもね覚えておくといいと思いますそれから史実との違いはどこにあるのかっていうと えー、細川シャとジンは、えー、これはね実際には合ってないんだよねで細川シャは家康の通訳を務めたことはない、えー、そして、えー、細川シャはジン、えー、と接点は全くなかったんだよねだからここは完全にフィクションだということなんです、えー、そういうところだねこういうところが非常に面白いですね えー、ちなみに、えー、マリコの、えーまあ、夫である、えーまあ、史実はね細川忠興はなんと18万石もあるんだよね。ということは、えー、石田三成とこの、えー、細川忠興ガラシャの夫は実は強さっていうかね戦力でいうとほぼ同格に近いんだよね。そういった実は裏読みをすることもできます。 この辺ねね面白いです、ねえー、日本の史実と本当に照らし合わせで考えていった時に、えー、非常に踏襲をしてる部分とそれから、えー、アメリカ人がね理解しやすいようにこうちょっとね、えー、変えてるるところもあるんだよねそのところを、えー、理解をしながら見ていくとまたこれは面白い発見ができると思います。ぜひ えー、まだ将軍を見てない方は、えー、ディズニープラスに、えー、登録をしていただいて私はディズニープラスの回し者ではありませんけど、えー、いいものはいいということなんで、えー、皆さんにね、えー、一人でも多く見ていただきたいなと思って、えー、皆さんに、えー、案内をしました面白かったためになったと思う人は高評価ボタン日本のことをねもっともっと知りたいという人は是非 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。